ニュースです。渡部健、小島和也を激怒させた復帰直後の一言とは。お笑いコンビアンジャッシュの小島和也さんが2022年2月28日に YouTube チャンネルに投稿した動画で相方の渡部健さんが復帰した。白黒アンジャッシュの収録を振り返った。小島さんは収録中思わず渡部さんを叱責した場面があったという。いきなり弁当の賞味期限をいじってきたんで、さすがに俺ブチ切れて。渡部さんの気持ちもわかるとしつつ、いじる側に回るのは早すぎると感じたという。